この両手いっぱいに赤い夕日を浴びて黒い海を渡ろう。そして遥かなの自由な聖地へ、一人きりもいいだろう、二人だけもいいだろう、猫も連れて行こう、好きにやればいい。いつか僕らも大人になり老けてゆく、迷宮に永久に青く、バイオリン。はい、タヒムちゃんです。この動画はパニック障害者の屋内ダイエット企画第4日目、本日も頑張っていきたいと思います。よっしゃよっしゃ、ハッスル。運動してないじゃないかと思われる方もおられるでしょうが、実は私今ただいま大変疲れておりまして、というのもですね、なんていうんですかね、大人のストレッチといいますか、大人のアスレチックといいますか、夜のメリーゴーランドといいますか、今日はエッチをしたので疲れたので、それがダイエットかなと思ったんで運動はしません。ということで、明日こそまた運動再開するぜ。タヒム TV のタヒムちゃんでした。また明日。